椿山荘椿山荘は東京都文京区関口2丁目の小高い丘にある庭園。敷地内には大規模な宴会、コンベンション施設を持つホテル椿山荘東京を併設している。三重島、歌川広重武蔵野大地の東園部にあたる関口、大地に位置し、神田川に面したこの地は南北朝時代から椿が自生する継承地だったため、椿山と呼ばれ、 江戸時代には、くるり藩黒岳の下屋敷があった。明治維新を経て、西南戦争の功により、元君の山形有友は、年金740円を与えられ、それを元で2878年旧屋敷を購入。椿山荘と命名して趣味である策定を行った。1918年には、大阪を本拠とする、藤田財閥の二代目、当主、 藤田平太郎男爵がこれを譲り受け、東京での別邸とした。1948年に藤田工業の所有地となり、その後一万余の樹木が移植され、1952年から宴会場、結婚式場の営業を開始。1955年に藤田工業の観光部門が分離して、小川栄一が初代社長となり藤田観光が発足すると、 椿山荘の運営は遺憾された。70年代に入ると、藤田観光では、椿山省内にも宿泊施設が相場、必要であるという考えから、1978年に敷地内の再開発計画に着手。1983年に宴会棟を完成させ、4シーズンズホテルズリゾーツとの提携をしたに、1992年1月16日、 ラグジュアリーカテゴリーの期間ホテルである、4ーシーズンズホテル椿山荘、東京12月31日をもって、4ーシーズンズとの業務提携契約を終了。翌2013年1月1日、FSH 鎮残荘をホテル椿山荘東京にリブランドし、総合宴会施設である椿山荘も、ホテルと一体運営化した。庭園は一般公開されており、 椿や桜など植物、史跡等を鑑賞できる。庭園の頂上に立つ三重塔は、もともと、広島県鴨郡、入野の竹林寺にあった塔で、創建時期は明らかではないが、平安前期に、小野高村が創建し、平野清盛が第一回の修復を取り行ったという言い伝えがある。大正時代に強風にあって三層目が、大破してしまったものを、藤田平太郎が譲り受け、 1925年に椿山荘に移築し、三層目を復元した。太平洋戦争末期、1945年5月25日の空襲で発生したバセダの火災の際も、小立に囲まれた環境もあり、奇跡的にも見えとうと御神木は、消失を免れ、2003年国の登録有形文化財に登録された。塔の混流年代は、 繰り方の特徴などから、室町時代末期のものと推定されていたが、2010年から翌年にかけて行われた、竹中工務店による耐震補強、改修工事の際、年輪年代調査も合わせて実施され、その結果、1420年頃の部材が使われていることが判明した。ありがとうございます。